はい、皆さんこんにちは。どうもロミピです。いや、ローソンさんからさ、すんげー新商品が今回発売されたのでね、ぜひぜひ皆さんにも食べてもらいたいと思いまして、今日は買ってきました。もうね、長い話なんかいらない、早速食べていきたいと思います。はい、本日買ってきたのがこちら、ババン、麺屋武蔵監修冷やしまじそば。今回ね、買ってきたのがこちらの麺屋武蔵さん監修の冷やしまじそばになってます。まずね、どうわしわし食べる全粒粉入り太麺、ニンニク入りの豚骨白湯魚介スープ、もやしキャベツ、煮干し粉がけ、ニンニク油に生七味となっております。こちらにね、デカデカと、そんなデカくもなかった新発売のシールも貼られてます。ちょっとね、チラ見せぐらいなんですけどね、早速じゃあオープンしていきます。はい、オープンするとね、こんな感じになってます。まずね、蓋開けてびっくりするのが、めちゃめちゃニンニク臭がしてます。そしてね、ここに煮卵があるでしょ。で、これが生七味だね。そしてここにもやし、キャベツ、ニンニク、そしてチャーシューがいるという感じでね、こちらの方がね、別でスープがあるのでね、早速じゃあこのスープをかけてって食べてってみましょう。それでは僭越ながら行かせていただきます。スープ投入まで3322119。入れる感じ、ドボ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 っと入っていきました。しっかり最後の油までね、絞り出しましょう。この油の滴り分かる、これ最後油だけ、この感じね、たまらんでしょうね。油ファンの皆さん、どうですか、見えてますか。まあね、スープかけた感じはね、そんなにわからないと思うんだけども、これぐらいのスープって感じだね。そんなにね、量が多いスープってわけじゃないんですよ。なのでね、漬け汁みたいな感じでね、ちょっとこれを混ぜ合わせて食べるんだと思うんですね。これをもうね、豪快に全混ぜして食べていきたいと思います。まずどうなのって感じよね。このニンニクとかもさ、もうさ、全部混ぜ込む感じがいいと思うんだ。こう麺はワシワシしてる感じの、こういう太い麺すごいね、持った感じでも弾力がありますね。で、この七味もね、よく溶かしながら全体に絡めていきましょうよ。じゃあね、しっかり混ぜ合わせて、ここいただきます。ここだよね、ここをさ、一気に食べますよ。うまっ！めちゃめちゃ濃厚。もちろんね、あのニンニクの香りはめちゃめちゃ強いんですけど、まずね、このわしわし麺、もう噛んじゃったよ。わしわし麺がやばい、マジで。本当にね、歯ごたえが抜群の麺になってます。しっかりとね、味の方はね、やっぱね、魚介の風味もしっかりしてますね。うん。そしてね、七味の部分がね、爽やかさのアクセントになってるかなって感じで、今もうね、わしわし混ぜました。じゃあね、もう一回いくよ。グワーンとこう取ってさ、これをさ、一気にいくわけよ。たまらん。いや、この弾力久しぶりに食べるよ。これコンビニのクオリティじゃないですね、この麺の感じは。うん、すごい。ただね、なんか思ったよりももやしキャベツっていうのはそんなに多くないですね。なので具がちょっと少ないかな。値段がね、この550円するのでワンコインを超えてるんですけど、まあね、卵さんだったりチャーシューさん、
いるんですが、ちょっと具が足んないかなって思うんです。なのでね、今日はねこれを買ってきました。はい、今日ね購入してきた商品はこちら、じゅわっとくるほとばしるうまみ太切りメンマ。それとねネギも必要かなと思ったんで、ネギもねちょっと切って用意しました。ではね早速トッピングしていきます。まあね全体的にね茶色なんですけどね、ここにねさらに茶色をドンですよ、ドーンとね。まあね厚切りメンマをここに乗せて、さらにやっぱ花を咲かせなきゃいけないんでね、ここにネギです。はい、じゃあねこんな感じで食べてってみます。ババーン。じゃあね早速ちょっとねネギとメンマでいってみましょう。このメンマめちゃめちゃ太くない？これはうまいんだ。うん、ごま油が香る、めちゃめちゃうまい。ほっかけでね、ほっかけでネギと麺で、うん、これね絶対おすすめ。うん、ネギもねしっかり混ぜ込んでさ、これねがっつり男飯好きな人はねマジで好きだと思う。はい、じゃあね、みんな大好き卵さんですけども、今回はね、生じゃないんですけどね、いただきます。うん、優しい、優しいね。麺のね、弾力がめちゃめちゃあるんで、満足度も高いと思う、これは。やっとそこが見えてきたんですけど、でもねほぼねもうスープはない感じ。うん、ごちそうさまでした。はい、そういったわけでね、本日は麺屋武蔵さん監修の冷やしまじそば食べてみました。いやーこれはね本当に冷やしっていうところがねまずポイントの一つになってると思います。今めちゃめちゃ暑いじゃないですか。あー今日はちょっと暑いものよりも冷やしてるそばなんか食べたいなって思うでしょ。ただねめちゃめちゃがっつり系です。なのでねやっぱニンニクの風味もねかなり効いてるので、仕事の休憩中とか食べるよりかはやっぱお家に帰ってきてからね食べた方が周りの人たちとのね関係性も上手に築けるんじゃないのかなと思いました。そういったわけでね、皆さんもお近くのローソンに遊びに行ってみてはいかがでしょうか。それではこの動画が良かったと思った人はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた。